カー98のカートリッジ装填といえばこのグリップですよね。まあちょっと他の方々の動画見てるとちょっとこれ結構使えないものだという評判なんですが、まあちょっと自分でも試してみたくなって買ってしまいました。まあアマゾンで1000円だったので、まあ使えなくてもいいやかという感じではあります。一応これよいしょ、結構簡単な構造で、こっち側の黒い金属に、なんだろう、銅かな、で、まあバネみたいなものがはまってて、ここで引っかかってるだけっていう感じです。で、弾を、こう端っこがちょっと緩いんですよね。まあ、隣を入れればよくなるのかな。まあとりあえずはポロポロ落ちたりはしないですね。さあこれがうまくいくか。このクリップその方の奥入っちゃうんですよね。あとはなんか弾がこうやって結構グラグラしちゃうので、やっぱりうまくいかないですね。なんとか入りましたが、結構カート引きがずれてる。あまり使えないですね。なんか緩んできちゃってる。上から押してるとこうやって左右に弾がずれちゃうんですよね。そうするとうまく入らない感じです。
よっ。ああ、なんとか入ったか。ちょっと一発ずつ装填してった方が早いですね。なんかこのバネが緩いのかなと思ってちょっときつくしてみます。多分これで外れましたね。これがまあ反っていることで、まあ、バネになってるんですけど、ちょっとこれをもう少し振りを、よりは良くなりましたかね。はい、カー 98K
購入記念に、私のドイツ軍コレクションの一部をご紹介したいと思います。まずこれ、シガレットケースですね。ここのところにドイツ兵、いわゆるドイツ軍の特徴的なヘルメットをかぶったドイツ兵のレリーフが浮き彫りになっています。それからこれ、これ灰皿なんですが、この真ん中にある、紋章、ゴットミットアスっていうのかな、ドイツ語で要するに、神は我らと共にという文言です。でこの丸い部分はですね、そもそもドイツ兵のベルトのバックルの紋章なんですね。それをこのところの紋章をつけた灰皿に仕立てたものになってます。それからこれも灰皿ですね。ドイツの鉄十字章の文様がついています。ただしこれ1914って書いてますので、第一次大戦の時の、鉄十字章の文様の形をかたどっていますね。第二次大戦のものはちょっとお見せできないようなマークがついちゃってるんで、それは持っていません。それからこれ、これはですね、第二次大戦の時のドイツ軍の、まあ、ドイツ陸軍の狙撃兵の、マークです。まあ本物ではなくて偽物です。裏にベルクロ貼ってありますけども。これが、右肩だったかな、かなんかに、つけていたというのが狙撃兵らしいです。で、こちらはですね、エーデルワイスの花だか葉っぱだかをかたどった、もので、これはドイツの山岳両兵の、部隊のマークです。で、これ。これを、実はこのゲーブリクス・イエーガーっていうのは、山岳両兵という意味で、これも山岳両兵のなんか気象のようですが、ちょっと詳しいことはちょっとよくわかりません。まあとりあえず、ワシのマークとドイツ製のレリーフがあるので、買ってみました。本当にこういうものがあったのかどうかよくわかりません。で、これは以前も紹介しました戦車突撃機章ですね。戦車に搭乗して、何回か、突撃をやるとこれがもらえると。でこれも戦後のものです。戦争中のものはここにまずいマークがついてるんで、それは今回は写しません。と最後のこれは、これも戦後のもので、ドイツ連邦軍のマークスマンの記章ということです。まあ、マークスマンって何でしょう、小隊あるいは分隊で、まあ、一番射撃の上手い人という感じなのかな。その人がつける記章のようです。でこれも、服とか帽子とかにつけられるようになってます。まあこの辺はちょっとよくわからないんですが、少なくともそれ以外のこの辺はみんな全部レプリカで本物ではありません。はい、ということでアルターマンのドイツ軍コレクションの紹介でした。